でですすすおはようございます水谷香ですもうこう名乗っているわけですから例の芥川に間違いございませんではい龍之介そうちょっとこんなのやってみようかなと思ったんだ<ー>ちょっと去年はなんか入院もあってちょっとあの原子力発電に関する意見が多かったんで番組で相当つまんないっていう意見をたくさん頂い,いたんでこ <laughs> ういう意見もありましたか <laughs> はいそれでちょっと反省して、はい、ちょっと違うところに。 あのさこの曲もすごく頑張ってるんですけど朝よく聞くあのお金がいるのうの放送局でお金がいる方のラジオ局朗読やってるねあそうですか朝早い時間なんだけど短編の朗読やってるのそれ意外といいのよ聞きやすくてやっぱさすがにあの曲だけあって朗読する人がみんな一流でね我らも負けてなるかと思ってね朗読の仕事ってのは年取った俳優なんかには。 うん、一種憧れのトラディショナルジョブですよね、うんはい、でまあそれを、まあ、後追いするわけじゃないんですがちょっと面白い現象がねかなさん今起きてるそうで、はい、芥川、はい、これをね漢字で例の「芥川龍之介」とかって書かないでカカタカナで芥川、うん、えそれ現象が何かあるんですか実は、ね、アメリカで この芥川現象が起きてて<ー>その芥川現象が起きたゆえに出版社が芥川をもう一回出してるんです、うん、芥川龍之介短編集と称しましてもちろんあの大,大出版社の新潮社が出してるんですけどもこれ出した理由はすごく変わっておりまして芥川が <laughs> ニューヨークで売れてるんですって英訳されてるってことです、ね、もちろんですそれで その英訳された芥川の扱いなんですがニューヨークのあたりの若い種がこれちょっと村上と同じぐらい面白くないっていう評判でへえその動きに美になる作家さんなんですな、ね、やっぱり、うん、その村上春樹という人が序文を書いてるんです。うん、それで、えー ばら、まあ、してしまいますと編集はジェイ・ルービンさんというアメリカの方が芥川を日本語で読んで、うん、これだったら英語圏の人、まあ、ずばりアメリカの人あるいはイギリスの人に受けるということで青い目のルービン氏青いかどうか分かりませんが、まあ、とにかくよく日本語で言うところの形容詞の異国人ルービン氏が選んだ、あのー、芥川の作品。 でその序文で芥川っていうのはやっぱりということを村上さんが書いてある春樹さんがいわゆるノーベル、うん、文,学賞文学賞に一番近いと言われてる、うん、まあ村上さんはいろんな思いがあるでしょうがそれはよく全部置いといて私にとってものすごく興味があったのはルービンというアメリカ人が何を選んだかっていう,うんそうですねいろんな短編もありますからねその芥川の作品が英語に訳すのは ととかね難しいい思わないあの前哲也さんが村上春樹さんの作品は英訳しやすいように書かれてあるっておっしゃったのすごい印象的だったんですけどうん、うん、ってことは芥川龍之介の作品もそういういい文章体なんんでですすすかかねね<う>英訳しやすいんですか、ね、これはねルービン氏が最初序文の方で言い訳を書いてるんですが、うんはい、あまり日本人におなじみの歴史上の人物はさすがに扱えないと。 うん、例えば「ある日の大石蔵之介」とかご存知ですか短編であるのは芥川が書いてるのあそこれもちろ何枚かで終わっちゃうんですが「うん、ある日の大石蔵之介」とかっていうタイトルの短編があって切腹直前の大石蔵之介がその討ち入りまでの日を振り返るという回想録なんですが、うん、我々は「大石蔵之介」って聞くだけで。 この後何が待ってるかとか、何をやったかがわかるんですが、ブルックリンあたりとか。マンハッタンの若者はわかんないわけです,わですよ、ね。だから、アメリカ人でもわかる舞台設定でということで、このジェイルービン氏が。この人は相当だから、日本語の文学力があるんでしょうね。うんはい、ルービン氏が言ってるのは。あの芥川に関しては、全く知らないというわけではないんだと。ある知的な回想は芥川の作品には。 知った作品がありしかもスラングでごちゃごちゃして本当の真実が分かりにくい何が本当かよく分かんないなというのをアメリカ人の知的スラングでラショーモンそうなんですかおこれはもちろんアキラ・クロサーの影響でアキラ・クロサーが、あのー、外国で賞を取った「ラ・ショーモン」という作品で。 暴行した山賊暴行された女その夫の証言が食い違って真実がわからないという、うん、あの平安王朝時代劇のその映画作品があってやぶの中とかごちゃごちゃして真実がわからなくなるとアメリカのインテリは oh, oh God, れは本当に面白いこれはもちろんえ映画の影響なんですよ。し、はいはい、しかしルービン氏は 芥川というのはやっぱなんかあるぜと、うん、非常にあの人を引きつけるる何かがあるとでここをちょっとやっぱルービン氏じゃなくて我が身に置き換えてちょっと芥川を考えてみましょうか、はい、さあそれでは菅さんに聞きましょう芥川の作品で結構影響を受けたっていう作品ない子供の頃読んだろうね、うん、女房にも同じこと聞いたんだ、はい、同じこと言うんだよ女房も。 うん、なんであんなに蜘蛛の糸って心に残るんだろうもちろん雲の糸はルービン氏が選んだ作品の中にあるんです、はあ、ち,ょちょっと細かい話入ってあ時間いっぱいになっちゃった芥川の雲の糸なんていうのはさ俺相当アメリカに逆に浸透してるような気がしてさまあいいか、うん、この辺の無駄話からちょっとやっていきましょうかねは,あ、はいこの続きまた明日のらいたいのでおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷加奈ですごめんな ちょっと切り捨て方がむごかったです、はい、俺エイディアンって好きじゃないね私大好きです気持ち悪い面白い俺あの女の人を丸坊主にするっていうあのセンスが嫌いなんだよああなるほどそういう見方もあるんです男,と男か女か分からないようなキャラクターを作ってしまうっていうあの一作目なんか相当優秀な監督さんなんだろうけどうん,、うん、んか嫌いだな,だなセンス的にはね。<ー> 昨日ちょっと中途半端なところで終わってしまいましたが、もう一回話をきちんと整理しましょうね。芥川というのがアメリカでやたら受けていると。うん、芥川のどこの部分が受けているんだろう。その前に、それじゃあ自分にとって芥川の作品で影響を受けるというか、なんか印象深い作品はあるだろうかとこう聞きましたら、かなさんから出てきた答えが、雲の糸。これは、えっと学校で勉強した、うん。小学校の時に読まされたような気がしますね。はあ、あの作品を読んだ後、うん、あなたの。 日常の行動で何か変化がありましたかか同じこと女房にも聞きましたいや悪いことをしちゃいけないと嘘をついちゃいけないっていうようなことは子供ながらに感じた気はしますね、うん、俺女房とこの時はぴったり違うの「雲の糸」を学校で勉強して読んだ後お前どうしたったらお互い一緒だった、はい、答えがそれは雲を殺さなくなったんです <laughs> そっちの方です、ね、なかった<ー>お前都会の子だから雲なんか見たことなかった割とバンバンン殺しちゃいます私 俺ね「雲の糸」読んだ後柴田くんって同級生いたんだけどピタッと殺すのやめたよねそれで柴田くんが言ったのは「5匹以上とにかく助けよう」っつったんだよね柴田くんがつまり「1本だから切れちゃった」っていう「5匹助ければ絶対神タも極楽に登っていけちゃけん」っていうねそれでねカウントしたの覚えてるよ「今日何匹助けた竹やん」って言われてねこの 蜘蛛の糸の話って結構面白くて例えばあの巨匠の手塚治虫でさえも火の鳥の中で一匹の虫を殺さなかった男の話ってのを書いてますよね<ー>出てきます、はい、こういうね子供に直に直球を放り込める作家っていうのは、うん、なかなかいないんじゃないのでは一体どこがすごいのかアメリカ人が のどこを引きつけるのか少しその雲の糸え読めるとこ芥川のタッチをなぞる意味でもたどってみたいというふうに思うんでありますがそれでは参りましょう芥川龍之介蜘蛛の糸お釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っているハスの葉の間から。 ふと下の様子をご覧になりました。その極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神タという男が一人。 他の罪人と一緒に、うごめいている姿がお目に留まりました。そのカンダタは、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをした覚えがございます。と申しますのは、ある時その男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、道端を這って行くのが見えました。 そこでンダタは早速足を上げて踏み殺そうとしましたがいやいやこれも小さいながら命あるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだとこう急に思い返してとうとうその雲を殺さずに助けてやったのでございますこれが英訳に。 どうなるのかっていうのは、うん、ちょっと謎をめいてるけどやっぱり子供に響くよね、うん、そうですねまあ雲っていうのがまずすごく身近な存在だし、うん、誰でも殺したことは多分子供もあると思うしんそれを上から見ている人がいるっていうのはびっくりとしないそれも次元が違って、うん、蓮の間の葉っぱの隙間から 見ている大きな目があるというのは。うん、ちょっと。仏教の話ながら半分 s f だよね。そうですね。俺こういうあたりが。受けるんじゃないだろうかなというふうに。思うんですね。はい。しかもこれ、あの雲一匹助けたっていうのを覚えてるのは。お釈迦様も覚えてるんだよね。うん。それでお釈迦様が。とってもこう美しい蓮の葉の上。 極楽ののが一匹銀色の糸をかけているその糸をまっすぐその玉のような逆連の隙間から地獄の底へ下ろしてあげるという、うん、これが雲の糸のストーリーなわけでしょう、はい、考えたら怖いよな、うん、こういう子供心にストレートにバンと入ってくるものって、うん、意外と人生に一生のなんかこう形というか何か教えない。でね、今でもやっぱね、うん 雲殺すのちょっと自生する自分がいるのよそれは全部ね蜘蛛の糸のおかげなんだよね<ー>でまあご存知のように皆さんご存知のように糸が切れちゃうんですよね、はい、この蜘蛛の糸が切れるというその儚さも込みで文章の締め方は美しいながらも怖いんですな、ね、そのあたりちょっと芥川分析、はい、明日も続けてみたいと思いますお付き合いくださいませ明日も おおおははよよううごござざいいままますすすすす武田哲也でで水谷のの糸の話をしております小さな物語ですね数枚で終わってしまうという、まあ、これはもちろん芥川が子供のために書いた物語<は>さあそれではその「雲の糸」でありますがこれはね本当に映像的でうまいなと思いますがお釈迦様が地獄の亡者たちがうごむえたるその中でたった一人神田田という大盗人が一匹だけ生きてる間に雲を助けたというそのことを思い出して「 蓮の葉の上に、えー、糸をかけております雲の糸を天井から極楽から下ろしてその神田太一人だけ助けてあげようとしますで取りすがる神田太でありますけども他の罪人たちもその苦しみのあまり一本の雲の糸に取りすがってというで神田太が切れるんじゃないかという不安のあまりみんなその手を離せと足をこう蹴ったりなんかしてるうちにお釈迦様の顔が悲しく歪んで 糸がプツと切れてしまうそして全員がまた苦しい地獄に真っ逆さまに落ちていったという、はい、芥川はその後こんな文章で物語を締めております「あと、はい、にはただ雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます」。 うまいね。ね。的だよよ、ねうん、見えるよ、ねうん雲の糸の細さそして美しさが見事に描かれあとはやりきれないお釈迦様のため息でこのわずか数枚の物語は残るわけでございますね私は11歳小学校5年の時にこの雲の糸を国語で習いまして本当に60過ぎまでなるべく雲は殺すまいと決心したわけでございますから、はい、物語というのは力がね響今日ありますね、うん あのアメリカの映画が違うじゃん、はい、お前たちっていうのを感じてるんですはいそれはね「うん、ゴーストニューヨークの幻」はい、あ、もう20年ぐらい前ですねまあもう, <laughs> もう俺あの辺りから、うん、だってあの「ゴーストニューヨークの幻」ってアメリカ人がドーッと見に行ったんだけどあれは恋愛物でうまくいったから見に行ったんじゃないんだよ、うん、あれ俺間違いなく思うんだけど あれキリスト教の物語じゃないからみんなびっくりしてえそういう考え方もあるわけって切ない愛のストーリー全然違うんですかあらあんた四十九日の物語だよ四十九日の法要の物語だよ仏教だもんだって恋する男が死んじゃったんでしょその魂がさまよってるわけでしょそんでその三途の川を渡るまで数日間あるんでその男の魂が女を守るってやつでしょ そんんななあんたアホなん <laughs> 教会で教えてることと違うやおまへんかあそうえキリスト教とは違うかだってキリスト教は死んだら最後の審判を待つわけでしょ、うん、あんなん最後の審判全く出てこない、うん、途中で霊媒師が出てきてそれに取り付くわけじゃない、はい、あんなんあんた恐山のいた子じゃんれこか <laughs> <laughs> あれだから日本の物語なのよなるほどですねその 芥川みたいな人の作家さんたちの影響というのが俺はじわーっと浸透してきてるんではないかなと思うんだうん、はい、でやっぱり来たなと思ったんでありますがアメリカ人編集者ルービン氏はお銀なんでお銀選んだかはすっごくわかるんだんえそのお銀これは銀という女性ですよの名前ですよ 少し読んでみましょうか。もちろん、これは新庁舎芥川龍之介短編集の中からでございます。芥川の物語、お銀。天和か関永かとにかく遠い昔である。裏紙の山里村にお銀という道場が住んでいた。お銀の父母は大阪からはるばる長崎へ流浪してきた。お銀を残したまま二人は孤人になってしまっ。 ししかしお銀には幸いにも村の農夫哀れみ深きジョアン孫七に拾われアプチズモの恩水を注がれマリアという名を与えられたお銀は深くご入難深くご愛練優れてうまく増します道場サンタマリア様が自然と身ごもったことを信じている十字架にかかり死にたまい石の 御神に納められたまい大地の底に埋められたるゼススが3日の後によみがえったことを信じているご救命のラッパさえ響き渡れば御主大いなるご意向大いなるご異性をもって天下りたまい土ぼこりになりたる人々の色心を 元のまんまに合わせて読み返したまい善人は天国の気楽を受けまた悪人は天狗と共に地獄に落ちることを信じたすごい文章だよねマリアも出てきましたねこれはつまり芥川の文才すごいですね江戸期の言葉でキリスト教を説明してるんですなイエスではなくてゼスス、うん、でお銀という村娘が まあその捨て子だったんですけども養父母これ隠れキリシタンですね、うん、に拾われてマリアお銀という洗礼名を受けキリスト教を信じたという、はい、これは例の島原ですから、うん、隠れキリシタンになるわけですよ、はい、いいですよね最後の審判なんかの説明なんかもねご救名のラッパさえ鳴り響けばっていうねれうこれが最後の審判の,あ,<ー>あ,のあれですよ、はい、あのミケランジェロの絵のあそこですよ、うんうん でこのお銀でありますけどもこの後隠れキリシタンがバレまして大変なことになるんですが明日もお付き合いくださいませおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷加奈です芥川のこの文章のうまさはどうであろうかと、はい、本当にそうな話だな、うん、これをまた英語に訳す人も偉いなと思いますが<ー>とにかくこの芥川に関する短編集は編集者がアメリカ人の方でありますからやっぱりねこれは訳したくなるよね おギンですねお銀ンをねただし言っておきますが芥川が書きましたこの「お銀というストーリーは神キリストの勝利と安らぎにというわけにはいかないんであります、はい、非常に複雑なものを描いております芥川は、うん、まさにここが日本人であるいは東洋人である芥川の凄みでございます昨日ちょっとお話ししましたが江戸期寛永の子か現話の頃でありますが「浦上の村」「クリスマスの日」 こ,れこっそりそういう行事をやってたみたいですね裏紙の隠れキリシタンはこれはこれは、ね、イエス・プリストが馬小屋で生まれたというので<ー>産湯にお使いくださいという願いを込めて<ー>そして、えー、十字架をこっそりと母屋のいろいそばに掲げるというところがその日に限って役人にそのクリスマスの日が漏れておりまして一斉謙虚に会いましてキリシタン捕獲。 捕ままってしまうんです、はい、そしてついに死罪が決定するわけで拷問にもちろん合うんですけどね芥川がまたうまいもんでありましてねこのマリアお銀が幕府の役人に捕まった時笑い転げる悪魔の声が天草中に響いたと書いておりますですな、うん、それで代官屋敷に引っ立てられていきまして激しい激しい拷問に合います義理の育ててくれた父母とこのマリアお銀はですねところが どんな拷問を受けましてもお銀は転ばない拷問を受けるたんびにこやかに笑みを浮かべて習ったクリスマスの祈祷を繰り返していたというね <laughs> クリスマスの祈祷とはどんな祈祷かベレンの国にお生まれになされた恩若君様今いずこに増しますや恩褒めあがめ玉え。この恩若君様というのがイエス・クリストのことですなベレンもちろんこれが なるほど隠れキリスタンんてこれこれだけで調べるとまた面白いんだね、うん、これまたゆっくりチャンスがあったらねでとにかく、えーまあ、そういう呪文をずして、えー、土楼にな投げ込まれて水攻めに遭おうと火攻めにあっても、えー、ジョアンナ孫七とジョアンナおみこれお母さん義理のね養父母と信仰は揺らがず三人とも笑みを浮かべていたという、うんえー、この「お銀」という物語の中ではですね 芥川は描いておりますその物語の中でですよ続々とこの天草のお銀のために西洋世界から天使が集まったというまずは大天使ガブリエルラ、はい、この人が来たというね土楼まで大きな翼を広げてちょんまげ言ってたんでしょうねその当時の大天使ガブリエルラっていうのはねこれがあの美しい銀色の杯を持ってて その倒れたお銀に水を与えたといいますだから信仰の力というのはすごいもんでございますね、うんえー、そして、えー、大天使ガブリエルらは小さな声で「ハライソの門近づけり」って言いながら、うん、ハライソというのはもちろんパラダイスああ<ー>イソっていうんです、はい、そう言いながら消えたといいます、うん、そしてついに拷問の1ヶ月が過ぎて3人は仕破りの刑と決まりました、うん 3人は渦高く、焚き木を積まれまして十字架にかけられ、いよいよ、あとは炎で焼かれるばかり、たくさんの裏紙あたりの村人も集まりまして、見物人も膨らみまして、最後に役人たちがものものしく宣言する。それは、転ぶか、転ぶまいか教えを、キリスト教を捨てるか、捨てないか、はい、それで最後の質問をする。でも、ちろん転ぶわけがない拷問に耐えたんだ。ところが 火をつけようとしたその瞬間でございますがじーっと遠くの方を見つめておりましたあのマリアお銀が突然です驚くなかれ役人に向かって「私は恩教えを捨てることにいたしました」と転びバテレンを白状してしまうんです。うん、十にににかかって拷問に耐えたのギギリギリで もう磯のパラダイスの門はもう八分方開いているというのにここでお銀は何,何がつらいのか苦しいのか突然転んでしまう、はい、キリスト教を捨ててしまうんでございます慌てましたのは育ての親の孫七そしてお墨でございます、うん、悪魔にたぶらかされたのかもう少しで腹磯に参られるのにというねしかしそれでもお銀は転ぶんでございます 恩教えを捨てると言い張りましてなんとその場で十字架から降ろされ網目も解かれる孫七お墨はお銀から目をそらしそして必死になって早く死をかけて焼き殺してくださいと役人に頼むんでございますがその役人をお銀が差し止めて十字架の2人に語りかけるんでございますその時お銀の両目には涙があふれその涙は光に満ちあふれ無邪気な道者の瞳の奥はまるであの なザねに生まれた少年のごとく輝いていたという目撃者の旦那の子っていると芥川は書いております、はい、そしてお銀はお父様お母様腹そではなく私はインヘルへ参りましょうインヘル地獄ですはいパラダイスではなく私は地獄へ参りましょう天主の教えを知らぬ私の本当の父母は間違いなくインヘルにおります その二人を捨てて私だけ腹磯にはいけませんわかるよし話は長くなるからこの辺で断ち切ってこの続きまた明日の舞いた上で。はいはい おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷香田です。芥川龍之介の短編小説でございます。これは新庁舎芥川龍之介短編集。何かの編集の方が芥川の作品の中から選んだという作品、お銀という隠れキリシタン物語を読んでおりますね。はいええ、最後の最後になりまして、お銀マリア・お銀という洗礼名を持つ日本の娘は転んでしまいます。もう帰郷。 えー、教えを捨ててしま,いますほんで、えーまあ、父と母養父母でありますがその養父母に向かってお父様お母様私はインヘルへ地獄へ参ります、えー、天主様の教えを知らぬ私の本当の父と母は間違いなく地獄におりますゆえその2人を捨てて私だけパラ,イソへパラダイスへ行こうというその考えは間違ってるんだとうん、うん、どうか 育ててくださったお父様とお母様だけがパラダイスに行ってくださいと、はい、なんで、おぎんの父と母は意味得る地獄へいるのか、うん、え、おぎんを捨てたからいや、それはだって病気で二人とも死んじゃったわけですからああ、そうか、病気だったのうん、仕方ないです、ね、なんで私のようなものを産んでしまったから私は立派な人じゃないですかええー、なんだろう、わかんないです二人とも仏教徒なんですようん。 二人ともだってキリスト教知らないんだから、はい、キリスト教知る前に死んじゃったわけですからはいで父と母が死んだ後ににお銀は隠れキリシタンの人に拾われてクリスチャンになったわけでしょうん、うん、はいだからキリストの今日の教えを知らない父と母は間違いなくキリスト教の教えによれば地獄にいるんですははははその産んでくれた父母を地獄に置いたまんま、うん、パラダイスに自分だけが行こうとするのは、うん 自分は悪魔だと、うん、ふさわしくやっぱり地獄へ行かねばと。なるほどと説得してついに孫七お住みもけなげなお銀の訴えを聞き、うん、転んんででえを捨ててしまうんですねうん、ええ、その時に火炙りの見物に集まった老若男女からは「うん、根性ねえぞ!」とかね「うん、最後までちゃんとやれ!」とかっていうやじが飛んだというね。うんはい そそしてその夜のことでございますが悪魔が天草地方を笑い転げながら歩いていたという伝承があるというね人間はなんともろいんだ日本人はなんと根性がないんだと笑いながらただし芥川は最後にこの文章こんな言葉で結んでおります我が国においてキリスト教受難の中で最も恥ずべきつまずきとして広大に伝えられているが果たしてそれは恥ずべき行為なのかこれかなり分かるこれ。 アクターが言いたいの、えー、は恥じなくていいっていうことを言ってるんですよねこれね、うん、その当時キリスト教隠れキリストの人の中にもあって、うん、フランセスコ・ザビエルに聞いた人がいるんだよ。はい、ザビエルなんかが必死になって神の愛の大きさをこう一生懸命解くじゃない。ほ、うんであなた方キリスト教とにかく頑張って信じなさいと。そしたたらやっぱたくさんの人が 先に死んだ父と母はどうなるんですかって話になる、はい、つまり結局彼らはあのー、発見されたわけでしょ、うん、発見される前の人間はどうなるんですかっていうのが彼らの疑問だったわけよ。うん、一部のイエズス会の人たちはやっぱり仏様のことをやっぱり悪魔だって呼んでるもんね。んキリスト教にとっってはやっぱり、あのー ブッダは悪魔だっっていう嘘ばっかり教えててるっていう<ー>だけどそれを信じて死んでしまった父や母はキリスト教的にはどうなるのかということなんですよ。はいうん、で芥川が言いたかったのは「天国へ行きたい」っていうその根性はすでに欲望であるから悪魔的なんじゃないかっていう、うん、地獄に落ちても構いませんっていう人だけが実はパラダイスに行けるんじゃないかっていう。うん やっぱり極楽行きたいとか天国行きたいとかっていうのは欲望だよね、うん、まあそうですね我欲だよね、うん、だったら地獄に落ちても構いませんっていう覚悟から極楽が開くんじゃないだろうか、うん、そうするとだ、はい、浄土真宗のが的確なんだよ、うん、だって新蘭が言ってるのはどんなに足がいたところで地獄は一条住みかぞかしっていうさ、うん 俺たちが行くところは地獄しかないんだよ、うん、でも地獄へ行こうと決心するところそこまで決心すると阿弥陀様が迎えに来るっていうや、うん、っぱり自分だけ極楽に行きたいっていうのは浅ましいよな、うん、そうですね、うん、<laughs> この辺はねアメリカの人たちあるいは英語圏の人たちのある矛盾を捉まえてるんだよすごい複雑ですよねそう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  俺たちは何でもそうだけどアメリカ式文化圏の中でだよやっぱりみんな幸せにならねばって思ってるわけだし憲法でちゃんと幸せは保障されてるでしょ本当にそう思うかつての日本人は幸せなんか儚かないっつってたんだよだから幸せになろうということを考えない人が幸せなんだっていうで今ガツガツみんな幸せになりたがるじゃないは,い芥川は その辺をものの見事についてるんだよね、うん、で、この他には芥川作品にはあのキリスト教というのが出てきますたくさん、はい、その解釈はねやっぱりアメリカの人なんかが考え及ばないぐらい深い面白いんですねいや難しいな<ー><ー>さあ来週ちょこっとねネタが余っておりますねあっと驚く芥川論でございますが 少しやってみたいというふうに思いますんで、また来週の一つ、芥川でお付き合いくださいませ。この続き、また来週のマナイタの上で。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です、えー。芥川龍之介短編集、これ新潮社から出ておりますが、はい、やっぱ面白いですな、芥川。はい、特にあの村上春樹なんかと比べましても、 まあ、悪いですがアクタガーって面白いよね、まあ、外国で受けてるっていう、ね、そうなんですよ、えー、そ,のそのところから先週は始まったんですがね、はい、今その芥川龍之介という人がそのニューヨークなんかではこう受けてるという、うん、そういう話でありますね、うんはい、まあ,あそのルービンさんという方が、まあ、日本の文学に詳しくてこの方が芥川を英訳して「ペンギンブックス」というところでシリーズで出しているんですけどもこれが意外とアメリカの若い人に結構受けるという。うん そそういうい今日的な話題がああるんでありますけどもそのルービン氏が選んだ作品の中で今日は馬の足、はい、えこれは北京に昔三菱の,の会社があった、うん、理由は簡単であの日清戦争で日本は勝っておりますんでこの芥川の頃は、はい、だから三菱は視点を持ってたんですな、うん、そこにその推しの半三郎君という平平凡々たる会社員がいるという。ええ いつも笑みを絶やさぬねこさんという女性と結婚いたしまして実に幸せな結婚生活を送っているわけでありますところがある日のこと会社でタバコを一服しようとしマッチを吸った瞬間脳一血のため突然死してしまう、うん、ここに少し混乱がありまして脳一血で一発で死んじゃった半三郎く君でありますけども実はですね半三郎く君自身は 急に死んんじゃったもんですから自分で死の自覚が全くないんでまっすぐ死者のゲートをくぐればよかったんですが死者のゲートの事務所に寄っちゃったんですなほんとその死者の国へ通じる事務所にはちゃんとその国の担当官がいるんですこれはあの三菱が北京にありますんで北京の担当官は中国人のじいさんだったんですそこに日本人が入ってってたもんですから 話が混乱しちゃうんですな<う>それで中国の2人の老人がおりまして彼の名前を探すんですけども彼の名前が名簿に載ってないと、うん、ところがまあ本人は死んできてるわけでこのどうも一人外国人の人が来てその次が半三郎君だったんですが半三郎君は順番守,れず守らずに。 先に来ちゃったもんですから話がこんがらがっちゃってそれ、ええ、でその死の方の番人の方はと言いますとですねハンザブロー君を生き返らせるために努力をするわけです名簿にないわけですからそれ、ええ、で帰れっていう話になるんですがハンザブロー君を返すんですけども、うん、死後三日ぐらい経ってるもんで足がもう行っちゃってるんですわ、うんうん、ほうあ幽霊のように見えなく消えかかってると三日経っちゃってもで足がちょっともう使い物にならないんですよほう それで足だけは取り替えないとまずいということでその死の番人が半ブロー君も嫌がって抵抗したんですけどもそばにあった馬の足をついちゃうんですよ。ほうそれで膝から下が馬になっちゃうんです半ブロー君。それでまあガバッと棺桶の中で目を覚ましちゃって。 よみがえったということになるんですけども足だけけはもう変えようがないわけですよ、はい、それでまあ葬儀の途中で目を覚ました半三郎君まあこれは復活ということで大騒ぎになったりするまあ新妻の常子さんも大喜びで抱きついたりなんかしていつもの生活を取り戻すんですけどもやっぱり夢ではなくて半三郎君の膝から下た馬の足。 はい、これでこの半三郎君の苦闘が始まりまして半三郎君はまさに馬脚をを隠すすために凄まじいい苦労をするというこれやっぱ芥川ですから、うん、日本のことわざの馬,馬脚を表すに引っ掛けてるんでしょうね、うんでまあ、新婚の常子さんとは、まあ、ベッドを共にすることもあるわけですけども、うん、それはもうとにかく明かりを消してから、うん。<laughs> 足も見せず,見せず、うん から彼は着物をやめるのかな浴衣をやめてひたすらズボンをはくそれ、うん、からももひきをはくちょうど北京は日本に比べると寒いもんですから<ー>その辺はなんとかそれから会社に行く時も超か誇りがやっぱ北京すごいんでという理由で長いブーツをはいて会社にあの出勤するというね。 馬脚を隠すためのハンザブロー君の苦闘が続くわけであります。サルマズボンそして靴下これを絶えず履き馬の毛などがベッドのシーツの上に一本も落ちないように苦労するというハンザブロー君の苦悩が続くという。それあのストーリーはすごくわかるんですけど、うん、こうタッチとしてはどういうタッチなんですか。ちょっとこう笑っちゃうっていうのがあるのか、割とこう芥川龍之介のもうちょっとこう暗い感じが。 暗くはないんだけど、うん、文章は格調高いのよ<ー>いわゆる彼のデビュー作の「花」とか「羅生門」を似合わせるように「半風呂の苦悩は」とかっていうね「日本の馬毛モ落とさぬ」というその苦心は三端たるものでありとかっていうね、うん、そんな半三郎君ではありますけども北京の街角で常子さんと過ごしていた半三郎その 肩を寄り添って歩く新婚の2人なんでありますがその脇を二頭立ての馬車が通過するその時に漁車が鞭を風にシュンと鳴らした瞬間なんと半三郎君の足だけが反応してしまうんです興味津々でございましょう、はい、この続きまた明日のおの手の上で おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷香菜ですラクタガーの短編の中から馬の足というのを昨日ストーリーをお話ししました、はい、天国へ行く手順の間違いで膝からした馬の足をつけられてしまったサラリーマンの男平凡な暮らしをしてるんでありますがある日、えー、北京の街角日本人のサラリーマンなんでありますが北京の街角で魚車が二頭立ての馬に、えー、鞭をしならせて声をかけた瞬間に半三郎君という。 主人公の足が勝手に走り出してしまった、うん、そしてついに悲劇のクラッシュはやってきますもう短編ですから短いんですけど、うん、それはですね北京の街に春風の黄砂が吹く時ブロッ君はいつものようにチョーカーを履いてこの街へ働きに出るんでありますが春風がビューッと吹きますとその足が勝手に跳ね踊るんです。うん で飛び回る夫を見て妻の常子さんはびっくり医者を勧めまして精神科医の方に行かせるわけでありますけどももう半三郎く君は理由が分かってるわけですな、はい、なぜか北京の春風に足が浮かれているそうなんです半三郎く君の足その馬の足はモンゴルの馬の足だったうんですから北京郊外の彼方から黄砂がビャーッと吹きますと モンゴルの馬なんで、春風の甘い香りを足だけは感じましてきょうるがごとくふるさとへ駆け出したくなるというよせよせ行くんじゃない叫びながら半三郎ー君の足は猛然とモンゴル草原を目指して駆け出しつねこさんの視界から消え半三郎ー君は二度と帰ってこなかったと。 不思議な短編でしょかなり荒唐無稽ですけれどもね何、はあのちょっと SF も入ってるしホラーも入ってるしそうそうでね一番け最後はねこんなふうに締めくくられるんですよ半三郎君の失踪はその後北京の新聞でね脳一血の後遺症で脅迫観念がもたらした、まあ、精神的な異常があって、うんえー、その平原に向かって 駆け出してしまったノイローゼの一種だという風に片付けられるというね<ー>うん。<ー>ところが一番最後に未亡人となった常子さんでございますがその常子さんがある夏のこと玄関先でカタンという物音を聞くんですぎュっとして常子さんは慌てて玄関へそしてほぼ直感で社宅の玄関先に立つ影に向かってあなたと呼びかけるんでございますね そうすると呼ばれたその影は破れたズボンを引きずってものすごい勢いでひずめの音も高らかにまたモンゴル方面へ消えうせたというねなびかせて走って去る男の足元を見るとそれは毛だらけの馬の足だったというそれで短編がおしまいなんですん不思議な話不思議な話だけど これ考えてみたら後に「変身者」で有名になります誰だカフカカフカ前だからねカフカは虫になっちゃう、ね、虫になっちゃうでしょ？うん。そのカフカが持っている変身者を芥川はもうすでに実験短編でやってるわけうんこの辺りやっぱり芥川ってのはただならぬ作家だったんですよねカ、うんはい、カフカなんかにも その先行するものなんてありますか。これがね、ぐ本当に偶然なんですけど、2009年にアカデミー賞作品賞、脚色、視覚効果賞等々にノミネートされたアメリカ SFA が、はい、大空地区でいいの？大空地区かな。大空地区っていう映画がある。うん、あります。そっくり。え、私見ましたよ。 カナさん同じだろう馬の足と、えー、これ皆さん大,大空区大空区はこれはまたあの皆さん DVD プレゼントの一作にあげますんでこれねもしチャンスがあったら見てください今言った芥川の馬の足にそっくりですよあの大空地区は宇宙人が南アフリカヨハネスブルグ、はい、にやってきてこの宇宙人が怠け者でスラム街を形成しちゃうのね、はい それでもう宇宙人を駆除しようということで、駆除にかかる。うん、この宇宙人エイリアンが。五、二メートルぐらいの。高さの身長を持った直立して歩くゴキブリなんですよ。気持ち悪い,ってい。で。これすっごい気持ち悪い、うん。エビ、エビって言うんですよね。エビって言うんですよね,ね。人間たちは差別して。でではい、それで、まあ、こういろいろ理由つけて。そのエビのエイリアンたちを駆除しようとするんですが。ある男が。 そのエイリアンの持ってた液体を浴びてしまって自分の右手からエイリアンになっていくんですこああ言われてみればそうですねそして愛する妻が待ってるんだよね妻に必死になって隠そうとするんだよ、うん、エイリアン化していく自分をねカナ、うんはい、さんあなた大事なとこ見落としてるでしょ、えー、一番最後に 結局、ええ、あのエビと呼んでるエイリアンの最も賢い学者を捕まえて元に戻す約束を取り付けるんだよね、うん、でそ,いつそのエイリアンは円盤に戻ってその宇宙の果てまでその薬を取りに行くんですよ、はい、で3年間待ってくれっつって円盤が消えていくところで映画はおしまいなんですよ、うんはい、ああの男どうなったと思う、ええ、時間いっぱいになってしまいましたね <laughs> 全く同じですよ馬の足と。 <え><え>とにかくねその辺りを突き詰めましょう、はい、明日はねこの次また明日のマネタの上でおはようございます武田鉄矢ですおはようございます水谷佳奈ですこれはもうご覧になってない方はもうちょっとなんか何の話をしてるのかわからないかもしれませんが勘弁してくださいませ、えー、芥川の「馬の足」という短編小説があるんですがそれが2009年度のアカデミー賞の作品賞にも挙げられたアメリカの映画 SF 映画「大宮、えー、地区」にそっくりだという話をしております あの主人公の男は完全なエビって呼ばれるエイリアンになっちゃうんだよね結局全、はい、身から毒が回ってね一番最後覚えてるあの男あのエビと呼ばれるあのエイリアンになっちゃってスラム街でお花作ってるであはいそれでお花を置きに行ってんのね、はい、妻のところに妻はその花を見てあの人だって直感に満ち溢れて彼の帰りを待つのよ それ言われると「馬の足」でしたけ馬の足のラストにもそっくりで,ですねええー、あの映画、えー、制作者ピーター・ジャクソンさんこれはあの「はロード・オブ・ザ・リング」なんか作った人ですが新人監督のニール・ブロンカンプっていう人ですけどただもんじゃない才能はやっぱあれちょっと芥川龍之介ってやっぱなんかいろんな人に影響を与えてるよなはい しかもですこの芥川龍之介はすごい人でありましてこの人35歳で亡くなられてるのね、はい、まあもちろん実施でありますけども、はい、で作家活動わずか15年でありますが文章の巧みさ洞察の深さ古典の知識は30歳過ぎの若者とは思えません30歳っつったら30歳ぐらいで書いてたんだよこの人<ー>あ,のあの短編を、はい、30歳っつったら香取慎吾君 <laughs> 慎吾くんってそのぐらいでしたっけこれぐらいの年齢であおし慎吾くんぐらいの年齢で書いてたわけだからだからあれだよな AKB48 の前田さんだっけ、はい、前田敦子さんはいあの人いくつだっけ、うん、ちょうど二十歳ぐらいかまだ20代です、ね、前半年らから相当前半だよはいその頃に羅生門書いてるんだよ そう大学時代が大学2年生ぐらいで書いてるんですよ<ー>普通だったら AKB にいるぐらいの年齢ですよねえ <laughs> 比べ方がよく分かんないですけど「芦正門の夕暮れ時にその老婆」ねえ「ええな」みたいな文章を書 <laughs>、はいてる、うん、この人その芥川を味わうためにはどうしてもある程度の知識がもう本当嫌味な言い方になりますが必要になってくるんですがあなたは歌舞伎で「瞬間って知ってますはいあ、はい、吉右衛門さんがよく 吉右衛門から勘三郎から,、えー、から私が見たのは之助でしたすかあの日本のシェイクスピア劇みたいな感じがしてこれあの NHK 大河ドラマの清盛にいじめられるんだよね、はい、清盛にいじめられた公家さんお侍さんお坊さんが機械ヶ島っていうこの世の果ての島に流されちゃうんですよね。うんはい 3人流されるんですけど清盛の心変わりで2人だけ都に帰ってきていいって船が出る<ん> 3, 3人か,ちょっと分かんないですけど3人だ、うん、3人帰ってこいとでも3人しか乗せちゃいけない、うん、戻りの船その侍お侍さんの若侍の方に島の恋人ができちゃってるんです、うん、それをあのそうであるとこの瞬間が自分は船に乗らないと都に帰らないと言って 若いお嬢さんをを船船に乗せてて去っく見岩の上でね,ね、はい、断崖絶壁の岩の上で去っていく船に向かって、えー、これはあの「来世で」という響きだと思いますあの舞台上の言葉「うん、未来で」って言いながら、うん、で最後幕が閉まる瞬間に絶望のあまりにガーッと彼がうつむいてしまうんだよね。うん、そういうい もう日本の歌舞伎のシェイクスピア級の悲劇の中に「ホーズ瞬間」という出し物があるこれの続編を書いてるのよ<誰>アクタガーが一<え>人残った瞬間のことが心配で都から若い男が訪ねていくっていう物語<ー>、うん、歌舞伎で有名な瞬間を素材にしてその後の物語を書いてる。<ー>これがね 歌舞伎の解釈と全然違うんです。はい、歌舞伎では、最後悲劇の人で終わるじゃない。ええ、これはね、あの芥川の書いた、その後の瞬間っていうやつはね、至福、はい、の人なのこれ、すっごい面白いんだよ。有王<ー>という、その若い。あの若者が都から使いに来て、瞬間には。と、有王というその使いの若者は驚くわけ。あまりにも都の評判とは違うから。で。 瞬間が自分の本当の胸の内を語り始める、はあ、一部朗読してみましょうかこんな思いでございます瞬間が告げた思い泣くなありようこの苦難を受けているのは何も俺一人に限ったことではない俺一人秀忌の大会に没在していると考えるのは仏の弟子にも似合わぬ増長ンじゃ増長凶万なお白へのよろしきところにあらず これほどの苦を受けているものは高画さの数よりも多いかもしれんいや人海に生まれた者はたとえこの島に流されずとも皆俺と同じように孤独の嘆きを漏らしておるのじゃこの天下天が下には千の瞬間十万の瞬間百億の瞬間が流されておる拡張高い文章でございます、はい、意味はまた明日ということね <laughs> おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷です芥川晩瞬間その後の瞬間の、ね、名ゼリフでございます「泣くなありよう」こんな苦しい苦しみを受けているのは俺一人に限ったことではないと瞬間は、はい、ねなんでそのよく考えてみろそのなんかこう観覧の多いのその自分が苦労してるというねそれをねどうも世の中には自慢するやつがいると。 それはそれこそその仏が最も嫌う邪道であると。俺くらいの苦しみを受けているのは世の中にはなんぼでも砂の数ほどいるんだ。天,が下には天下には千の瞬間、十万の瞬間、百億の瞬間が泣いておると。俺一人が別に泣いたところで大したことはないんだと。これうまいこと言うと思いません。はい、うぬぼれるなと。おおのが苦、うん、その後ね えー、芥川の文章はこんなことを言っております。一条二条の都王子の辻に病人が一人さまようておるには世にも哀れに見えるかもしれぬ。が広い落中落外、無料無数の病人が道あふれ、その道にあふれ歩いているところを眺めたら真っ先に吹き出してしまうぞ。俺の島流しも同じことじゃ。 十万に偏在した瞬間どもがただ一人流されたように泣きつわみくつしていると思えば涙かにも笑わずにはおられぬはいこれは私が病院シリーズで言ったことと同じでしょ <laughs> 広い広い都王子に痩せ引っこげた病人が一人暗闇の中手探りで生きてると <laughs> はあかわいそうにと思うけど <laughs> ぎっしり満員 <laughs> もうお砂お砂の病人の群れはい それがドーッと都がすいませんちょっとって10万人ぐらいの病人がよろめきつつ言ってたらお前は見たら笑うだろうっていう,う所詮人間は一人だから哀れて10万だと思わず笑っちゃうだろうと、うん、これが世の中なんだっていうわけ、うんうん、これはねあの入院中の己と重なってね痛、はい、風の人がね一人ずーっとあの,あのこうずーっと病院の,あの廊下かなんかをけんけんしながら「 もう痛々しい痛みが伝わってくる<え>でもな痛風化から出てくる人がみんな同じ左側の足を痛めて右でけんけんしながら10人も20人それ,それぐらいの人数でも笑うぜ悪いけどちょっとコントみたいなもうみんな同じ歩き方するからさ <laughs> 足の上げる角度まで同じで、はい、おっさんたちが次々飛び出してくんだでそれも痛風になるぐらいだからいいもん食ってから結構がっちりしてんだよ <laughs> こんんなな問題、ね、悲劇なんてのは。うんうん、それをかんだカラカラと笑,笑ってるんですよ芥川がほんでね俺その「瞬間」の中でこんな気に入った言葉を言ってるんですこれもご披露してみましょうね「芥川の瞬間」より「何よりもまず笑うことを学べ笑うことを学ぶためにはまず増長マンを捨てねばならん」 節尊のご出世は我々衆生に笑うことを教えに来られたのじゃ大二藩の御時にさえ魔化箇所は笑ったではないかいい言葉ですなまず笑おう、うん、私たちは笑うことを勉強しなきゃいけない考えてもごらんなぜブッダはこの世の中に生まれたんだそれは我々衆生一般人に 笑うことを教えに来られたんだそしてその一番最後のあれはすごいですな「大涅槃の御時にさえマカ家嘉匠は笑ったではないか」っていうこれあの嘉匠って弟子がいるんですよ、はい、ブッダに十大代弟子の一人ですけど、はい、この人はあの笑顔のブッダの,あの目撃者なんです。うん、あの一番有名なのは 仏が説教なさっててもう喋り疲れちゃったのブッダがその時に年下未匠つって蓮の葉を一本抜かれたブッダが花をこういじくりながらにっこり微笑まれた年下の花、うん、をそれを見た賀匠という弟子が一発で悟ったって笑顔だけで言葉を使わずこれが禅宗の始まりですよ、うんはい、で今度は そのあ,のあの偉大なる釈迦が死んでいきますでも息絶えた瞬間に十代弟子の賀茂は静かに笑ったみ、うん、あまりの見事な死にっぷりに、はいえー、あの芥川の言うブッダは我々に笑うことを教えにこの世に生まれてきたというのはこれはうまい解釈ですな、うん、しかも賀茂の一見なんかもう知ってるわけでしょあの瞬間書いたのは323歳ですよ おすっごいごめんなさい35ぐらいの時かなお、はい、亡くなられる年かなでも、うん、35っつったって木村拓哉君 <laughs> どうしてまたそういういやあ <laughs> そそっちの方が分かりやすいから <laughs>、はい、木村君の方が上かなちょっと上じゃないですかね,ね木村拓哉さんの方がねそれでこんなこと書いてんだから、うんうん、すごい力だよね古典の力ははい ちょ,ちょっと付け加えておきますがこういうひっくり返しっていうのを結構やってます、はい、あの芥川はこう歌舞伎で悲劇があるじゃない、うん、悲劇の場面を全部ひっくり返す、はい、というわけで時間いっぱいになってしまいましたがええー、一番最後明日までちょっとね芥川を分析していきたいと思いますこの次また明日のートの上でおはようございますすす武田哲也ででおはようございます水谷かなです えー、芥川龍之介ですね今アメリカで注目されているという芥川でありますが、はい、やっぱ読み返してみると本当に文章の面白さ等々に関してはやっぱりこう、はい、昨日まで紹介したのはあの「放図瞬間瞬間」ですねその後の瞬間これは芥川のまあ創作ですけどもその中であの言ってる言葉の中で私がグラッときたのは「あの笑うことを学べ」。 というこれはやっぱり、はい、あ,あのこの中にも出てきますけども清盛がうぬぼれてるけども清盛の政権も長いことはないよとか、うん、なんかそんな嘆きを瞬間が言うんですよ。うんうん、それから「ある日の大石蔵之介」っていう短編があるんだ、えー、こう面白いよ。こうね 切腹するその朝のの朝大石倉之助の物語、うん、芥川が書いた、はい、それで自分の人生を振り返ってお手洗いに行ったと切腹する何時間か前だなその時に一番楽しかったのは一力でパーッてやってる時が楽しかったっていう <laughs> なんかそういうの読むとまたイメージが違ってきますよね、うん、でもこの手のあ,ある強固な物語のひっくり返しをもうやってるわけですよ文学作品。これ確実に 太宰真似してますね。ほ<ー>駆け込み訴えとか、いう短編が太宰にもあるんですけど。うんええ、やっぱ明らかに芥川の。あのやっぱり。文学的な実験をやっぱ受け継いでますね。うん、太宰治。繰、ええ、り返すという。うんうん。世の中の見方をね。うん。それから、えー。この瞬間の中でかなあね。こんなことを。芥川は瞬間に言わせます。言わせてますな。 えー、源平吉でいいのかな、えー、世の中の政治勢力源氏平家、えー、藤原立花、こういう勢力があると今で言うとなんだろう自民民主ということだろうね、うん、で瞬間はこう言いますそういうその政治勢力源平桃吉どの天下も結局あるのはないにしかぬ。 諸世の人々は平家の世でも源平の世でも同じように芋を食うては同じように子を産んでいる天下の役人は役人が犬と天下は滅ぶと思っているようだがそれは役人のうぬぼれだけじゃ、うん、これはいい言葉だねはいこの瞬間に言わせるその 源氏だ平家だ藤原だ橘だとかいう政治を担当する者はそのこのままでは日本は滅びるぞなんて言うけども、うん、そんなのは所詮うぬぼれだっていうねそういうものが全部いなくなったって人々はちゃんと生きてるんだっていう今の政治家さんたちにね、うん、聞いてもらいたいようなあ,あの人たちのうぬぼれってすごいよねうこう芥川を扱うからこうちょっとこうね皮肉っぽく言うわけじゃないけど 俺が,俺がいないとこの世は滅びるみたいなことを本気であの言う人って政治家の中にいるじゃない、はい、ほんとなんか浅はかだねうん、うん、なんか人間なんてもっともっとなんかこう私は強いもんじゃないかなっていうふうに思いますよねはい皆さんどう思うなんかそういうい今現代もいる源氏と平家に関しては あごめん急に話が、うん、ちょっと一本別の仕事で昨日そういう話をしてきたもんだから、はい、こう政治が日本を動かしてないというかだって政局のことしか考えてないじゃないですか何何つうんだっけ政局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 ばかりんつうんだっけ決まり文句は政局ばかり考えて うん、政策がないか、うん、とかなんか言うよな大体、はい、決まってじゃん言い方みんなさ、えー、言って改まらないのになんで言うんだろうなまあ確かにね違う言い方すりゃいいんだよ<う>俺そうほに思うんだよ、うん、今,今のあの,あのに日本のちょっと気の毒なところは皆さん言葉遣いがよく似てきちゃってみんな同じことばっかり言ってるよな、うんはい ラジオもテレビもみんな同じことを言ってこんなことをやってていいのだろうかとかさ何をやってるんだとかさなんかそ,そ,そのやじでさえももう何の役にも立ってないわけでしょはいあの間違いないことは現代の源氏も平家もあれやっぱり源平だから争い続けて国民のことなんか考えないようんそれが源氏と平家だと思わないまあそうですよね 民主とか自民とか言うから腹が立つかもしれないけどあそうか自氏<れ>と平家と考えればうんそうだよ<は>彼らは永遠にいろんなことやってずーっと喧嘩し続けて絶対に仲良くならないということを前提に生きていく集団じゃない何、うん、の関係もないね確かに言われてみればね時間いっぱいになってしまうと、はい、とんでもないところに話が流れてしまいましたけどもですね ちょっと今回は変わった感じで芥川を朗読込みで3枚に下ろしてみました来週はまたえ別のネタでご機嫌を伺いたいと思いますから次また来週のまな板の上で笑ったではないかいい言葉ですなまず「笑おう、うん、私たちは笑うことを勉強しなきゃいけない」考えてもほらんなぜブッダはこの世の中に生まれたんだ それは我々修業一般人に笑うことを教えに来られたんだって。そしてその一番最後のあれはすごいですな。大涅槃の御時にさえ、なか仏笑は笑ったではないかっていう。これあの仏笑って弟子がいるんですよ。はい、ブッダに十大弟子の一人ですけど、はい、この人はあの笑顔のブッダのあの目撃者なんです。うん、あの一番有名なのは 仏が説教なさっててもう喋り疲れちゃったのブッダがその時に年下未匠つって蓮の葉を一本抜かれたブッダが花をこういじくりながらにっこり微笑まれた年下の花、うん、をそれを見た賀匠という弟子が一発で悟ったって笑顔だけで言葉を使わず、うん、これが禅宗の始まりですよ、はい、で今度は そのあ,のあの偉大なる釈迦が死んでいきますでも息絶えた瞬間に重大弟子の賀茂は静かに笑ったって、うん、みあまりの見事な死にっぷりに、はいえー、あの芥川の言うブッダは我々に笑うことを教えにこの世に生まれてきたというのは,これはうまい解釈ですな、うん、しかも華茂の一件なんかもう知ってるわけでしょあの瞬間書いたのは323歳ですよ。 すっごいごめんなさい35ぐらいの時かな亡くなられる年かなでも35っつったって木村拓哉君どうしてまたそういういやあそっちの方が分かりやすいから木村君の方が上かなちょっと上じゃないですかね木村拓哉さんの方がねそれでこんなこと書いてんだからすごい力だよね古典の力ははい ちょ,ちょっと付け加えておきますがこういうひっくり返しっていうのを結構やってます、はい、あの芥川はこう歌舞伎で悲劇があるじゃない、うん、悲劇の場面を全部ひっくり返す、はい、というわけで時間いっぱいになってしまいましたがええー、一番最後明日までちょっとね芥川を分析していきたいと思いますすすすまままた明日のモートの上ででおおははよよううごござざいい武田哲也水谷かなです。 えー、芥川龍之介ですね今アメリカで注目されているという芥川でありますが、はい、やっぱ読み返してみると本当に文章の面白さ等々に関してはやっぱりこう文学というももののをつくづくづ感じさせるものがあります、はい、昨日まで紹介したのはあの「ーズ瞬間瞬間」瞬間ですねその後の瞬間これは芥川のまあ創作ですけどもその中であの言ってる言葉の中で私がグラッと来たのは「あの笑うことを学べ」。 という糸をかけておりま蜘蛛の糸を天井から極楽から下ろしてその神田タ一人だけ助けてあげようとします。で取りすがる神田タでありますけども他の罪人たちもその苦しみのあまり一本の蜘蛛の糸に取りすがってというで神田ダタが切れるんじゃないかという不安のあまりみんなその手を離せと足をこう蹴ったりなんかしてるうちにお釈迦様の顔が悲しく歪んで糸がプツ と切れてしまうそして全員がまた苦しい地獄に真っ逆さまに落ちていったという、はい、芥川はその後こんな文章で物語を締めております「あとにはただ雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます」。 うまいね。ね。的だよよ、ねうん、見えるよ、ねうん雲の糸の細さそして美しさが見事に描かれあとはやりきれないお釈迦様のため息でこのわずか数枚の物語は残るわけでございますね私は11歳小学校5年の時にこの雲の糸を国語で習いまして本当に60過ぎまでなるべく雲は殺すまいと決心したわけでございますから、はい、物語というのは力が影響ありますね、うん あのアメリカの映画が違うじゃん、はい、お前たちっていうのを感じてるんですはいそれはね「うん、ゴーストニューヨークの幻」はい、あ、もう20年ぐらい前です、ね、まあもう, <laughs> もう俺あの辺りから、うん、だってあの「ゴーストニューヨークの幻」ってアメリカ人がドーッと見に行ったんだけどあれは恋愛ものでうまくいったから見に行ったんじゃないんだよ、うん、あれ俺間違いなく思うんだけど あれキリスト教の物語じゃないからみんなびっくりしてえそういう考え方もあるわけって切ない愛のストーリー全然違うあらあんた四十九日の物語だよ四十九日の法要の物語だよ仏教だもんだって恋する男が死んじゃったんでしょその魂がさまよってるわけでしょそんでその三途の河原を渡るまで数日間あるんでその男の魂が女を守るってやつでしょ そんなあんたアホなん <laughs> 教会で教えてることと違うやおまへんかあそうえキリスト教とは違うかだってキリスト教は死んだら最後の審判を待つわけでしょ、うん、あんなん最後の審判全く出てこない、うん、途中で霊媒師が出てきてそれに取り付くわけじゃない、はい、あんなんあんた恐山のいた子じゃんこか <laughs> <laughs> あれだから日本の物語なのよなるほどですねその もちろん合うんですけどね芥川がまたうまいもんでありましてねこのマリアお銀が幕府の役人に捕まった時笑い転げる悪魔の声が天草中に響いたと書いておりますですなそれで代官屋敷に引っ立てられていきまして激しい激しい拷問に合います義理の育ててくれた父母とこのマリアお銀はですねところがどんな拷問を受けましてもお銀は転ばない。 拷問を受けるたんびにこやかに笑みを浮かべて習ったクリスマスの祈祷を繰り返していたというねクリスマスの祈祷とはどんな祈祷か「ベレンの国にお生まれになされた御若君様今いずこに増しますや御褒めあがめ玉えこの御若君様というのがイエス・クリストのことですな、はいえー、ベレンもちろんこれがベツレヘム、うん、あなるほど。 隠れキリスタンってこれ,これだけで調べるとまた面白いんだぜ。これまたゆっくりチャンスがあったらね。でとにかく、えー、まあそういう呪文をずして、えー、土楼にな投げ込まれて水攻めに遭おうと火攻めに遭っても、えー、ジョアンナ孫七とジョアンナお住み、これお母さんギリのね、養父母と信仰は揺らがず三人とも笑みを浮かべていた。 えー、この「お銀」という物語の中ではですね芥川は描いておりますその物語の中でですよ続々とこの天草の「お銀」のために西洋世界から天使が集まったというまずは大天使ガブリエルラ、はい、この人が来たというね土郎まで大きな翼を広げてちょんまげ言ってたんでしょうねその当時の大天使ガブリエルラっていうのはね、はいはい、ええー これがあの美しい銀色の盃を持ってその倒れたお銀に水を与えたといいますだから信仰の力というのはすごいもんでございますね、うん、えそしてえ大天使ガブリエルらは小さな声で「払いその門近づけり」って言いながら「払いそのというのはもちろん「パラダイス」<ー>「払いその」って言うんです、はい、そう言いながら消えたと言います、うん、そしてついに拷問の1か月が過ぎて3人は 火りのと決まりました、うん、3人は渦高く焚き木を積まれまして十字架にかけられいよいよあとは炎で焼かれるばかりたくさんの裏紙あたりの村人も集まりまして見物人も膨らみまして最後に役人たちが物々しく宣言するそれは転ぶか転ぶまいか教えをキリスト教を捨てるか捨てないかはいそれで最後の質問をするでもちろん転ぶわけがない拷問に耐えたんだ ところが火をつけようとしたその瞬間でございますがじっと遠くの方を見つめておりましたあのマリアお銀が突然です驚くながれそういう呪文をずして、えー、土楼にな投げ込まれて水攻めに遭おうと火攻めにあっても、えー、ジョアンナ孫七とジョアンナお住みこれお母さん義理のね養父母と信仰は揺らがず三人とも笑みを浮かべていた。 えー、この「お銀」という物語の中ではですね芥川は描いておりますその物語の中でですよ続々とこの天草の「お銀」のために西洋世界から天使が集まったというまずは大天使ガブリエルラ、はい、この人が来たというね土郎まで大きな翼を広げてちょんまげ言ってたんでしょうねその当時の大天使ガブリエルラっていうのはね、はいはい、ええー これがあの美しい銀色の盃を持ってその倒れたお銀に水を与えたといいますだから信仰の力というのはすごいもんでございますね、うん、えそしてえ大天使ガブリエルらは小さな声で「払いその門近づけり」って言いながら払いそのというのはもちろんパラダイスああ払いそっていうんです、はい、そう言いながら消えたと言います、うん、そしてついに拷問の1か月が過ぎて3人は 火りのと決まりました、うん、3人は渦高く焚き木を積まれまして十字架にかけられいよいよあとは炎で焼かれるばかりたくさんの裏紙あたりの村人も集まりまして見物人も膨らみまして最後に役人たちが物々しく宣言するそれは転ぶか転ぶまいか教えをキリスト教を捨てるか捨てないかはいそれで最後の質問をするでも,もちろん転ぶわけがない拷問に耐えたんだ、うん ところが火をつけようとしたその瞬間でございますがじっと遠くの方を見つめておりましたあのマリアお銀が突然です驚くながれ役人に向かって「私は恩教えを捨てることにいたしました」と転びバテレンを白状してしまうんです。十にににかかって拷問に耐えたのギギリギリで もう磯のパラダイスの門はもう八分方開いているというのにここでお銀は何何が辛いのか苦しいのか突然転んでしまう、はい、キリスト教を捨ててしまうんでございます慌てましたのは育ての親の孫七そしてお墨でございます、うん、悪魔にたぶらかされたのかもう少しで腹磯に参られるのにというねしかしそれでもお銀は転ぶんでございます 恩教えを捨てると言い張りましてなんとその場で十字架から降ろされ網目も解かれる孫七お墨はお銀から目をそらしそして必死になって早口をかけて焼き殺してくださいと役人に頼むんでございますがその役人をお銀が差し止めて十字架の2人に語りかけるんでございます。 えー、この「お銀」という物語の中ではですね芥川は描いておりますその物語の中でですよ続々とこの天草の「お銀」のために西洋世界から天使が集まったというまずは大天使ガブリエルラ、はい、この人が来たというね土郎まで大きな翼を広げてちょんまげ言ってたんでしょうねその当時の大天使ガブリエルラっていうのはね、はいはい、ええー これがあの美しい銀色の盃を持ってその倒れたお銀に水を与えたといいますだから信仰の力というのはすごいもんでございますね、うん、えそしてえ大天使ガブリエルらは小さな声で「払いその門近づけり」って言いながら払いそのというのはもちろんパラダイス<ー>その払いそのっていうんです、はい、そう言いながら消えたと言います、うん、そしてついに拷問の1か月が過ぎて3人は りの刑と決まりました、うん、3人は渦高く焚き木を積まれまして十字架にかけられいよいよあとは炎で焼かれるばかりたくさんの裏紙あたりの村人も集まりまして見物人も膨らみまして最後に役人たちが物々しく宣言するそれは転ぶか転ぶまいか教えをキリスト教を捨てるか捨てないかはいそれで最後の質問をするでも,もちろん転ぶわけがない拷問に耐えたんだ、うん ところが火をつけようとしたその瞬間でございますがじっと遠くの方を見つめておりましたあのマリアお銀が突然です驚くながれ役人に向かって「私は恩教えを捨てることにいたしました」と転びバテレンを白状してしまうんです十時間にかかって拷問に耐えたのにギリギリで もう磯のパラダイスの門はもう八分方開いているというのにここでお銀は何,何が辛いのか苦しいのか突然転んでしまう、はい、キリスト教を捨ててしまうんでございます。慌てましたのは育ての親の孫七そしてお墨でございます。あくまにたぶらかされたのかもう少しで腹磯に参られるのにというねしかしそれでもお銀は転ぶんでございます。 恩教えを捨てると言い張りまして、なんとその場で十字架から降ろされ、網目も解かれる。孫七お墨はお銀から目をそらし、そして必死になって、早口をかけて焼き殺してくださいと役人に頼むんでございますが、その役人をお銀が差し止めて、十字架の2人に語りかけるんでございます。その時お銀の両目には涙があふれ、その涙は光に満ちあふれ、無邪気な道者の瞳の奥は、まるであの、 なざねに生まれた少年のごとく輝いていたお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりましたその極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色が ちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございますするとその地獄の底にカンダタという男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目にとまりましたそのカンダタは人を殺したり家に火をつけたり色々いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますがそれでもた また一つ良いことをした覚えがございますと申しますのはある時その男が深い林の中を通りますと小さな雲が1匹道端を這って行くのが見えましたそこで神田タは早速足を上げて踏み殺そうとしましたがいやいやこれも小さいながら命あるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだとこう急に思い返して ととうとうそのクモを殺さずに助けてやったのでございますこれが英訳にどうなるのかっていうのは、うん、ちょっと謎をめいてるけどやっぱり子供に響くよねね、うん、そうです、ねまあ、クモっていうのがまずすごく身近な存在だし、うん、誰でも殺したことは多分子供もにあると思うし。それを、うん 上から見ている人がいるっていうのはうぎっくりとしない。それも次元が違って葉の間の葉っぱの隙間から見ている大きな目があるというのはうちょっと仏教の話ながら半分 S.F. だよね。そうですね。ここういうあたりが受けるんじゃないだろうかなというふうに思うんですね。はい。しかもこれあの雲を一匹助けたっていうのを覚えてるのは。 お釈迦様も覚えてるんだよね、うん、それでお釈迦様がとってもこう美しいハスの葉の上極楽の雲が1匹銀色の糸をかけているその糸をまっすぐその玉のような白蓮の隙間から地獄の底へ下ろしてあげるという、うん、これが雲の糸のストーリーなわけでしょう、はい、考えたら怖いよな。うん こういう子供心にストレートにこうバンと入ってくるものって意外と人生に一生のなんかこう形というかなんか教えない今でもやっぱね「雲を殺すのちょっと鳴り響けば」っていうねこれが最後の審判のあのあれですよあのミケランジェロの絵のあそこですよでこのお銀でありますけどもこの後隠れキリシタンがバレまして大変なことになるんですが明日もお付き合いくださいませ おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜です芥川のこの文章のうまさはどうであろうかと、はい、本当にそうらなこの人な、うん、これをまた英語に訳す人も偉いなと思いますが<ー>とにかくこの芥川に関する短編集は、えー、編集者がアメリカ人の方でありますからやっぱりねこれは訳したくなるよね、うん、おぎんですねおぎんをねただ、うん、し言っておきますが芥川が書きましたこのおぎんというストーリーは神キリストの勝利と安らぎに といいうわけにはいかないんであります。はい、非常に複雑なものを描いております芥川まさにここが日本人であるいは東洋人である芥川の凄みでございます昨日ちょっとお話し,しましたが江戸期寛永の子が現和の頃でありますが「浦上の村」「クリスマスの日」これこっそりそういう行事をやってたみたいですね、はい、浦上の隠れキリシタンはこれは牛小屋の貝歯桶に湯をたたえるそうですな これはあのイエス・プリストが馬小屋で生まれたというので産湯にお使いくださいという願いを込めてそしてえ十字架をこっそりと母屋のいりのそばに掲げるというところがその日に限って役人にそのクリスマスの日が漏れておりまして一斉謙虚に会いましてキリシタン捕獲捕,捕まってしまうんですなそしてついに死罪が決定するわけ拷問にもちろん合うんですけどね芥川がまたうまいもんでありましてね このマリアお銀が幕府の役人に捕まった時笑い転げる悪魔の声が天草中に響いたと書いておりますですな、ねうん、それで代官屋敷に引っ立てられていきまして激しい激しい拷問に遭います義理の育ててくれた父母とこのマリアお銀はですねところがどんな拷問を受けましてもお銀は転ばない。 拷問を受けるたんびにこやかに笑みを浮かべて習ったクリスマスの祈祷を繰り返していたというね、うん、クリスマスの祈祷とはどんな祈祷かベレンの国にお生まれになされた御若君様今いずこに増しますや御褒めあがめ玉え。この御若君様というのがイエス・クリストのことですな、はいえー、ベレンもちろんこれがベツレヘム、うん、あなるほど。 隠れキリシタンって、これ、これだけで調べると、また面白いんだね。これまた、ゆっくりチャンスがあったらね。で、とにかく、えー、まあ、そういう呪文をずして。えー、土楼に、投げ込まれて。水攻めに遭おうと、火攻めにあっても、えー。ジョアンナ孫七と、ジョアンナオスミ、これ、お母さん義理のね。養父母。と。信仰は揺らがず、三人とも、エンジンが入ってったもんですから。はい、話が。混乱しちゃうんですな。<う>それで、中国の二人の老人がおりまして。彼の名前を。 探すんですけども彼の名前が名簿に載ってないと、うん、ところがまあ本人は死んできてるわけであのどうも並ぶ順番を間違えたらしい、はい、一人外国人の人が来てその次が半三郎君だったんですが半三郎君は順番守,れず守らずに先に来ちゃったもんですから話がこんがらがっちゃって、ええ、ほんでその死の方の番人の方はと言いますとですね半三郎君を生き返らせるために努力をするわけです名簿にないわけですから。ええ で帰れっちゅう話になるんですが半三郎君を返すんですけども、うん、死後3日ぐらい経ってるもんで、うん、足がもう行っちゃってんですわほうあ幽霊のように見えなく消えかかってるともう3日経っちゃったもんで<ー>足がちょっともう使い物にならないんですよ。<ー>それで足だけは取り替えないとまずいということで、うん、その死の番人が半三郎君も嫌がって抵抗したんですけどもそばにあった。 馬の足をついちゃうんですよほう。それで、はい、膝から下が馬になっちゃうんです半三郎くんそれでまあガバッと看護家の中で目を覚ましちゃってよみがえったということになるんですけども足だけはもう変えようがないわけですよ、はい それでまあ葬儀の途中で目を覚ました半三郎君、まあ、これは復活ということで大騒ぎになったりするまあ新妻の常子さんも大喜びで抱きついたりなんかしていつもの生活を取り戻すんですけどもやっぱり夢ではなくて半三郎君の膝からした馬の足、はい、これでこの半三郎君の苦闘が始まりまして半三郎君はまさに馬脚を隠すためにすさまじい苦労をするという。 これは芥川ですから、うん、日本のことわざの馬脚を表すに引っ掛けてるんでしょうね、うん、でまあ新婚の常子さんとはまあベッドを共にすることもあるわけですけども、うん、それはもうとにかく明かりを消してから、うん、足も見せず <laughs> 見せずそれ、うん、から彼は着物をやめるのかな浴衣をやめてひたすらズボンをはくだ、うん、からもも引きをはくちょうど北京は 日本に比べるとそう寒いもんですから<ー>その辺はなんとかそれから会社に行く時も超かほりがやっぱり北京すごいんでという理由で超長いブーツを履いて会社にあの出勤するというね、はい、馬脚を隠すためのハンザブロー君の苦闘が続くわけであります、えー、猿股ズボンそして靴下これを絶えず履き馬の毛などがベッドのシーツの上に アフタガーが書いてんのあそうなんですか言たことないです、ね、これもちろん何枚かで終わっちゃうんですが、うん、ある日の「大石蔵之助」とかっていうタイトルの短編があって切腹直前の大石蔵之助がその討ち入りまでの日を振り返るという回想録なんですが、うん、我々は「大石蔵之助」って聞くだけでこのあと何が待ってるかとか何をやったかが分かるんですが、うん、ブルックリンあたりとか、うん、マンハッタンの若者は分かんないわけですわ。 アメリカ人でも分かる舞台設定でということでこのジェイ・ルービン氏がこの人は相当だから日本語の文学力があるんでしょうね、はい、ルービン氏が言ってるのはある知的な階層は芥川の作品には23知った作品がありしかもスラングでごちゃごちゃして本当の真実が分かりにくい。 何が本当かよく分かんないなというのをアメリカ人の知的スラングでラショーモンって言うっていうそなんですかこれはもちろんアキラ・クロサーの影響でアキラ・クロサーがあの外国で賞を取った「ラ・ショーモン」という作品で暴行した山賊暴行された女その夫の証言が食い違って真実がわからないというあの 平安王朝時代劇のその映画作品があって藪の中とかごちゃごちゃして真実が分からなくなるとアメリカのインテリアは「おおごめんギャードラッシュオーモン」いう,本当にうん。面白いこれはもちろんえ映画の影響なんですよ。はいはい、しかしルービン氏は「芥川」というのはやっぱ何かあるぜと。うん 非常にあの人を引きつける何かがあるでここをちょっとやっぱルービン氏じゃなくて我が身に置き換えてちょっと芥川を考えてみましょうか、はい、さあそれでは菅さんに聞きましょう芥川の作品で結構影響を受けたっていう作品ない子供の頃読んだろうね、うん、女房にも同じこと聞いたんだ、はい、同じこと言うんだよ女房も。うん ななんんんであんなににの糸って心に残るんだろうもちろん雲の糸はルービン氏が選んだ作品の中にあるんですちょ,ちょっと細かい話入ってあ時間いっぱいになっちゃった芥川の雲の糸なんていうのはさ俺相当アメリカに逆に浸透してるような気がしてさまあいいかこの辺の無駄話からちょっとやっていきましょうかね、はあ、えこの続きまた明日のもまた来た上で おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かたです。ごめんな。ちょっと切り捨て方がむごかったです。はい、俺エイリアンって好きじゃない。私大好きです。気持ち悪い。面白い俺あの女の人を丸坊主にするっていう、あのセンスが嫌いなんだよ。ああ、なるほど。そういう見方もあるんです。男と、男か女かわからないようなキャラクターを作ってしまうっていう、あの。暗い感じが。暗くはないんだけど。いうん、文章は格調高いのよ。ああ。 いわゆる彼のデビュー作の「花」とか「羅生門」を似合わせるように「半<ー>ローの苦悩は」とかっていうね「一本の馬毛もモーとさぬ」というその苦心は三端たるものでありとかっていうね、うん、そんな半三郎君ではありますけども北京の街角で常子さんと過ごしていた半三郎その肩を寄り添って歩く新婚の2人なんでありますがその脇を二頭立ての馬車が通過する。 その時に御舎が、はい、鞭を風にシュンと鳴らした瞬間なんと半三郎君の足だけが反応してしまうんですん興味津々でございましょうこの続きまた明日のお前との上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですラクタガーの短編の中から馬の足というのを昨日ストーリーをお話し,しました、はい、天国へ行く手順の間違いで膝からした馬の足をつけられてしまったサラリーマンの男 平凡な暮らしをしてるんでありますがある日、えー、北京の街角日本人のサラリーマンなんでありますが北京の街角で漁車が二頭立ての馬にむち、えー、をしならせて声をかけた瞬間に半三郎君という主人公の足が勝手に走り出してしまったそしてついに悲劇のクラッシュがやってきます。 もう短編ですか短いんですけどそれはですね北京の街に春風の黄砂が吹くとハ半三郎ロ君はいつものようにチョーカーを履いてこの街へ働きに出るんでありますが春風がビューッと吹きますとその足が勝手に跳ね踊るんですで飛び回る夫を見て妻の常子さんはびっくり医者にを勧めまして精神科医の方に行かせるわけでありますけどももう半三郎ロ君は。 理由が分かってるわけですな、はい、なぜか北京の春風に足が浮かれているそうなんです半三郎君の足その馬の足はモンゴルの馬の足だったですから北京郊外の彼方から黄砂がビャーッと吹きますとモンゴルの馬なんでん春風の甘い香りを足だけは感じまして強セルがごとくふるさとへ駆け出したくなるというよせ 寄せ行くんじゃない叫びながら半三郎君の足は猛然とモンゴル草原を目指して駆け出し常子さんの視界から消え半三郎君は二度と帰ってこなかったというはあ不思議な短編でしょもうかなり荒唐無稽ですけれどもねなん、はあのちょっと SF も入ってるしホラーも入ってるしそうそうでね一番け最後はね 私ののようなものを産んでしまったから私は立派な人じゃないですかええー、何だろう分かんないです二人とも仏教徒なんですよ、うん、あ二人ともだってキリスト教知らないんだからはいキリスト教知る前に死んじゃったわけですからはいで父と母が死んだあとにお銀は隠れキリシタンの人に拾われてクリスチャンになったわけでしょ、うん、はいだからキリストの今日の教えを知らない父と母は間違いなく キリスト教の教のえにによれば地獄にいるんですその産んでくれた父母を地獄に置いたまんまパラダイスに自分だけが行こうとするのは自分は悪魔だと<ー>ふさわしくやっぱり地獄へ行かねばと。なるほどと説得してついに孫七お墨もけなげなお銀の訴えを聞き転んで教えを捨ててしまうんですね。うん ええ、その時に火あぶりの見物に集まった老若男女からは「根性ねえぞ!」とかね「うん、最後までちゃんとやれ!」とかっていうヤジが飛んだというね、うんはい、そしてその夜のことでございますが悪魔が天草地方を笑い転げながら歩いていたという伝承があるというね人間はなんともろいんだ日本自慢と根性がないんだと笑いながら。うん、ただし 芥川は最後にこの文章、こんな言葉で結んでおります。我が国において、キリスト教受難の中で。最も恥ずべきつまずきとして、広大に伝えられている。が、果たしてそれは。恥ずべき行為なのか。うん、これ、かな、わかる、これ。芥川が言いたいの。ええー。恥じなくていいっていうことを言ってるんですよね。これ、やっぱり宗教の矛盾だよね。これね、うん、その当時。 キリスト教隠れキリストンの人の中にもあって、うん、フランシスコ・ザビエルに聞いた人がいるんだよ。はい、ザビエルなんかが必死になって神の愛の大きさをこう一生懸命説くじゃない。ほ、うんであなた方キリスト教とにかく頑張って死んでなさいとそしたらやっぱりたくさんの人が先に死んだ父と母はどうなるんですかって話になるあ、はい。つまり結局彼らはあのー、発見されたわけでしょ。うん。 発見される前の人間はどうなるんですかっていうのが彼らの疑問だったわけよ、うん、一部のイエズス会の人たちはやっぱり仏様のことをやっぱり悪魔だって呼んんでるもんねんキリスト教にとってはやっぱりあのブッダは悪魔だっていう嘘ばっかり教えてるっていう<ー>だけどそれを信じて死んでしまった父や母はキリスト教的にはどうなるのかということなんですよ。はいうん、で 芥川が言いたかったのは天国へ行きたいっていうその根性はすでに欲望であるから悪魔的なんじゃないかっていう、うん、地獄に落ちても構えものすごい勢いでひめの音も高らかにまたモンゴル方面へ消えうせたというねなびかせて走って去る男の足元を見るとそれは毛だらけの馬の足だったというそれで短編がおしまいな 不思議な話不思議な話だけどこれ考えてみたら後に変身者で有名になります誰だカフカカフカ前だからねおカフカは虫になっちゃうね虫になっちゃうでしょ、うん、そのカフカが持っている変身者を芥川はもうすでに実験短編でやってるわけこの辺りやっぱり芥川ってのはただならぬ、うん、作家だったんですよねはい カカフカなんかにもその先行するものなんてありますかこれがねぐ本当に偶然なんですけど2009年にアカデミー賞作品賞脚色視覚効果賞等々にノミネートされたアメリカ SF 映画「はい、大空地区」でいいの大,地区,かな大地区っていう映画がある、うん、あります。そっくりえ私見ましたよ カナさん同じだろう馬の足と、えー、これ皆さん大,大空区大空区はこれはまたあの皆さんの DVD プレゼントの一作にあげますんでこれねもしチャンスがあったら見てください今言った芥川の馬の足にそっくりですよあの大空区は宇宙人が南アフリカヨハネスブルグにやってきてこの宇宙人が怠け者でスラム街を形成しちゃうのね、はい そでもう宇宙人を駆除しようということで、うん、駆除にかかるこの宇宙人エイリアンが2メートルぐらいの高さの身長を持った直立して歩くゴキブリなんですよ気持ち悪いでこれすっごい気持ち悪い、うん、エビエビ,、ね、エビっていうんですよねエビエビっていうんですね人間たちが差別してだだ、はい、それでまあこういろいろ理由つけてそのエビのエイリアンたちを駆除しようとするんですがある男が そのエイリアンの持ってた液体を浴びてしまって自分の右手からエイリアンになっていく、うん、これがはそっくりでしょ、はい、あ言われてみればそうですねそして愛する妻が待ってるんだよね妻に必死になって隠そうとするんだよ、うん、エイリアン化していく自分をねカナ、はい、さんあなた大事なとこ見落としてるでしょ、えー、一番最後に 結局、ええ、あのエビと呼んでるエイリアンの最も賢い学者を捕まえて元に戻す約束を取り付けるんだよね、うん、でそ,いつそのエイリアンは円盤に戻ってその宇宙の果てまでその薬を取りに行くんですよ、はい、で3年間待ってくれっつって円盤が消えていくところで映画はおしまいなんですよ、うんはい、あ,あの男どうなったと思う <え>お釈迦様はその池の縁におたたずみになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりましたその極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。 するとその地獄の底にカンダタという男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりましたそのカンダタは人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますがそれでもたった また一つ良いことをした覚えがございますと申しますのはある時その男が深い林の中を通りますと小さな雲が1匹道端を這って行くのが見えましたそこで神田タは早速足を上げて踏み殺そうとしましたがいやいやこれも小さいながら命あるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだとこう急に思い返して ととうとうそのクモを殺さずに助けてやったのでございますこれが英訳にどうなるのかっていうのは、うん、ちょっと謎をめいてるけどやっぱり子供に響くよねねうんうん、そうです、ねまあ、クモっていうのがまずすごく身近な存在だし、うん、誰でも殺したことは多分子供にあると思うし。それを、うん 上から見ている人がいるっていうのはうぎっくりとしない。それも次元が違って葉の間の葉っぱの隙間から見ている大きな目があるというのはうちょっと仏教の話ながら半分 S.F. だよね。そうですね。ここういうあたりが受けるんじゃないだろうかなというふうに思うんですね。はい。しかもこれあの雲を一匹助けたっていうのを覚えてるのは。 お釈迦様も覚えてるんだよねうんそれでお釈迦様がとってもこう美しいハスの葉の上極楽の雲が一匹銀色の糸をかけているその糸をまっすぐその玉のような逆蓮の隙間から地獄の底へ下ろしてあげるという、うん、これが雲の糸のストーリーなわけでしょう、はい、考えたら怖いよな。うん こういう子供心にストレートにこうバンと入ってくるものって、うん、意外と人生に一生の。なんかこう形というか、なんか教えない。でね、今でもやっぱね、蜘蛛を殺すのちょっと自制する自分がいるのよ。うん、それは全部ね、蜘蛛の糸のおかげなんだよね。わ<ー>からないという。うん、あの平安王朝時代劇のその映画作品があって、藪の中とか。ごちゃごちゃして、真実が分からなくなると。 アメリカのめ、うんとに、えー、これはほんとに本当にこれはもちろんえ映画の影響なんですよ、はいはい、しかしルービン氏は芥川というのはやっぱ何かあるぜと、うん、非常にあの人を引きつける何かがあるとでここをちょっとやっぱルービン氏じゃなくて我が身に置き換えてちょっと芥川を考えてみましょうか、はい、さあそれでは菅さんに聞きましょう 芥川の作品で結構影響を受けたっていう作品ない子供の頃読んだのは蜘蛛の糸なんだろうね、うん、女房にも同じこと聞いたんだ、はい、同じこと言うんだよ女房も、うん、なんであんなに蜘蛛の糸って心に残るんだろうもちろん蜘蛛の糸はルービン氏が選んだ作品の中にあるんだ、うん、ち,ちょっと細かい話入ってあ時間いっぱいになっちゃった芥川の蜘蛛の糸なんていうのはさ 俺相当アメリカに逆に浸透してるような気がしてるまあいいか、うん、この辺の無駄話からちょっとやっていきましょうかね、はあ、この次また明日のままに頼みで おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですごめんなちょっと切り捨て方がず、はい、動かったです俺エイリアンって好きじゃない私大好きです気持ち悪い面白い俺あの女の人を丸坊主にするってあのセンスが嫌いなんだあなるほどそういう見方もあるんです男,男か女かわからないようなキャラクターを作ってしまうってうあの一作目なんか相当優秀な監督さんなんだろうけどうん、うん、なんか嫌いだな,、えー、なだセンス的にはね<ー> 昨日ちょっと中途半端なところで終わってしまいましたがもう一回話をきちんと整理しましょうね芥川というのがアメリカでやたら受けていると芥川のどこの部分が受けているんだろうとその前にそれじゃあ自分にとって芥川の作品で影響を受けるというかなんか印象深い作品はあるだろうかとこう聞きましたらかなさんから出てきた答えが雲の糸これはえっ、ー、と学校で勉強したうん小学校の時に読まされたような気がしますね、はあ、あの作品を読んだ後あなたの 日常の行動で何かか変化がありましたかか同じこと女房にも聞きましたいや悪いことをしちゃいけないと嘘をついちゃいけないっていうようなことは子供ながらに感じた気はしますね、うん、俺女房とこの時はぴったり一緒な雲の糸」を学校で勉強して読んだ後お前どうしたったらお互い一緒だった、はい、答えがそれは「雲を殺さなくなったんです」<laughs> そっちの方ですねなかった<ー>お前都会の子だからなんかか見たことなかった、ね、割とバンバン殺しちゃいます私はあ<ー>、うん 俺、雲の糸を読んだ後、柴田君って同級生いたんだけどピタッと殺すのやめたよね。へ<ー>それで柴田君が言ったのは「<laughs> 5匹以上とにかく助けよう」っつったんだよね柴田君がつまり「1本だから切れちゃった」っていう「5匹助ければ絶対神畳も極楽」